この効果は絶大で、多くの女性がこのような男性に心を開きます。ちょっとした努力であなたの魅力を高めることができる強力で効果的な方法です。今回は女性からの信頼度をぐっと高めて感動させるたった一つの方法を解説していきます。簡単なことだけど、これを甘く見てたら一生モテ男にはなれません。すごく気になる女性がいるのに、なかなか関係が発展しない、今よりもっと女性からモテる男になりたい、こんな風に思っている方は必ず最後まで見ることをお勧めします。ご紹介する内容は、片思い中はもちろん、両思い中やすでに結婚している方など、すべての恋愛シチュエーションで役立つものです。しかも、ちょっとした努力であなたの魅力を高めることができる強力で効果的な方法です。今以上にさらに魅力あふれるモテ男になりたい方は一緒にやっていきましょう。それでは早速結論から、女性からモテるために男性が取るべきたった一つの方法とは、女性が話したことを覚えておくことです。なんだそんな簡単なことを分かってるよって思われたかもしれません。でもこのことの重要度を甘く見ていたり、できているつもりでできていない人が多いです。例えばあなたが女性から、この前のジャケットも似合ってたけど今日のセーターも素敵だねなんて言われたら嬉しくないですか？こういうことがさりげなくできると、相手とのつながりを深めることができます。デート中やメッセージでの会話、 SNS でつながっているなら、女性の投稿内容をチェックしておくのもいいですね。ただあまり親しくない段階で SNS をくまなくチェックしているとバレると、ストーカーみたいに思われるので、ここの加減は気をつけてください。とにかく女性が話したこと、行動したことを覚えておくだけで、モテ男に近づくことができます。その理由は、女性が男性を好きになる本能的なメカニズムにあります。女性が男性を好きになる要素はいろいろありますが、本能的な観点から言うと、生殖本能が大きく関係しています。つまり、この男性とだったら強い子孫を残すことができるという考えですね。私たちは生物である以上、血のつながった子孫を増やしたいという本能を抱いています。さらに踏み込んで言うと、子孫を残すだけではなく、より多くの子孫を残すためには、子供にも子孫を残してもらう必要があるということになります。こうやって人類はどんどん繁栄していくわけですが、ここで大事なのは、どう育てていくかという点です。子供を育てるのは想像以上に大変なことです。なぜなら子供は育つのにとにかく時間がかかるから。立って話せるようになるまで数年かかりますし、そこから社会で生きていくための知識を身につけるには、さらに膨大な時間がかかりますよね。だからこそ親はしっかり子供のサポートをしていかなくてはなりません。具体的には子供の食事や服、住む場所などを提供したり、精神的にサポートして一人前になるまで見守る必要がありますよね。この見守る要素を持っている男性は、女性から子供ができてもこの人となら大丈夫と本能的に感じてもらうことができて、結果的にモテやすくなるんです。お伝えしたように、見守る要素が備わっている男性は女性目線で魅力的に映ります。ではこの見守る要素とは具体的にどのようなものでしょうか？一見お金や仕事、包容力などを連想しますよね。確かにこれらも大事な要素ですが、もっと大事なことがあります。それが冒頭でご紹介した、話したことを覚えておくことなんです。女性とのデート中の会話や LINE のやり取り、 SNS の投稿などを内容を覚えておき、それを所々に会話中に出してみてください。例えば女性が、最近日本酒にハマっちゃって、この間初めて自分で買ってみたよなどと言っていた場合、駅の近くに美味しい日本酒出しているお店があるんだけど、日本酒好きって言ってたよね、今度一緒に行かないと誘ってみるのもいいですね。特に相手が楽しそうに話していたことは絶対にメモしておきましょう。他にも、例えば金曜日は毎週プレゼンがあって大変なのと言っていた場合、前に金曜日はプレゼンがあるって言ってたけど今回はどうだったなど気遣うような連絡をするのもおすすめです。大事なのは、俺はあなたの言ったことをちゃんと覚えてるよと女性に認識させることです。ただ覚えておくだけではなく、少しずつ小出しにしてこの点をアピールしてみてください。そうすることで、この人は私の細かい情報を覚えてくれた、この人にとって私は特別な存在、子供ができたら家族のことも気遣ってくれるんだろうなと思ってもらいやすくなります。この効果は絶大で、多くの女性がこのような男性に心を開きます。自分でさえ話したことを覚えていないような些細なことほど嬉しいものです。今は知り合い程度の中でも、この人と付き合いたいというレベルまで気持ちを引き上げることができるので、試さない手はありません。モテ男になるためには、女性が話したことを覚えておくことがとっても重要だとお伝えしましたが、言葉にする以上に実践するのは意外と大変です。なぜなら、多くの人は人の話を翌日になると忘れてしまうからです。
ドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウスが提唱したエビングハウスの忘却曲線の理論は有名ですよね。時間の経過と記憶の関係を表した実験で、1日後には 74%、1週間後には 77%、1ヶ月後には 79% の記憶を人間は忘れてしまうということをこの曲線で示しました。デート中はこの話は絶対忘れないぞと思っていたとしても、時間の経過とともに話した内容はどんどん忘れていきます。ほとんどの人は他人の話をほとんど覚えていません。このことを逆手に取ると、他の人と圧倒的な差をつけられます。重要な話を忘れてしまうと、せっかくデートするチャンスがあっても活用できず、仲が進展しないなんてこともあります。では、一体どうすれば女性の話を長期間覚えておくことができるのでしょうか？それは当たり前のことですが、話を聞いた当日に女性の話をパパッとメモすることです。デートの後、家に帰ったタイミングでメモするのもいいですし、女性がお手洗いに席を立った時にメモするのもいいですね。とにかく相手と話した重要な会話や、これは次のデートで使える、覚えておきたいと思う内容をこまめにメモしておくのがおすすめです。メモ帳だと持ち運びが面倒だったり忘れちゃうので、スマホのメモ機能などを活用するといいと思います。あとはその女性とデートするタイミングでメモを見返せば OK です。会話で使えそうなタイミングがあればさりげなく使ってみましょう。え、そんなちょっとしたことなのに覚えててくれたんだと盛り上がりが本当に変わりますよ。ただし、婚活中など複数人の女性と会っている男性は要注意です。もし見返すメモを間違えてしまい、別の女性の情報を小出しにしてしまうと、女性からの印象が良くなるどころか、だだ下がりしてしまいます。だからメモを残すときは間違えないように、パッと見て名前がわかるようにフォルダ分けにするなど、わかりやすく工夫をしておくことがおすすめです。この覚えておくというスキルは恋愛で大いに効果を発揮しますが、実は仕事面でも覚えておくだけで相手からの評価を爆上がりさせることができます。例えば取引先との会話の中で、飼ってる猫は元気ですかとか、スリムになりましたね、前にダイエット始めるっておっしゃってましたが、どんなダイエット方法で成功されたんですかとか、そういえば京都旅行はどうでしたか、こんな感じです。実際ホステスやホストといった接客業をしている方の中には、この方法で異性の情報を覚えてファンを増やしている方も多いです。自己重要感が満たされるからですね。自分の話を相手がしっかり覚えてくれていると、それだけで嬉しいですし、私は特別なんだと思えるものです。誰しもみんな自分大好きなので、大切にされたいし、重要視されると嬉しいものなんです。接客業全般にこの方法は効果的に使えますし、商談などをする機会が多い方も相手の話を覚えておけば信頼度を高めることができるでしょう。恋愛だけでなく、あらゆる場面で相手に親近感を与えることができるこの方法、今まであんまり意識して覚えてなかったかもという方は、ぜひ今日から意識してやってみてください。